お疲れ様です。京介です。よろしくお願いします。はい、ということなんですけども、いつもこの山崎京介チャンネルをご覧いつも山崎京介チャンネルをご覧になっている皆様、ついにですね、このチャンネルの登録者数が1000人になりました。いや本当にですね、いつも見ていただいている皆さんにはですね、感謝の気持ちしかありません。ありがとうございます。いやー、2018年からですね、YouTube を始めまして、まあ最初の動画はまあスマホから始まりね、テロップとかも全然だったんですけど、皆さんのですね、コメントとか見てですね、あ、こういう風にした方がいいのかという、まあいろいろと試行錯誤でここまでやってこれたんですけど、本当ですね、いつも見ていただいて高評価とかコメントですね、していただいてありがとうございます。で、ついにですね、まあ1000人いったということで、皆さん気になっていると思うんですが、牛タン企画ですね。はい、1日で牛タンを10キロ食べるということでですね、やっていきたいと思うんですが、実施する日がですね、決まりましてで、ね、牛タンを10キロ食べるその日にちは10月の9日金曜日ですね。この日にやっていきたいと思います。10月の9日にはやるんですけども、まあそっから食べて、まあ編集とかもいろいろするんで、まああげれるのは10月の9日のその1週間後16とかになるかなと思うんでね、まあその日ぐらいにまた皆さん見ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。で、あと次のまた企画なんですけども、まあ1000人いったらやっぱり5000人企画もやりたいじゃないですか。チャンネル登録者数が5000いったら何かやりたいっていうのもあるんですよ。で、前回のこの企画、1000人いったらやるっていうのは、まあ僕が考えたんですけど、5000人っていうのは、ちょっと今、このチャンネルを見ていただいている皆さんに考えていただきたいなっていうのがあるんで、この動画のですね、まあコメント欄に、どんどんその5000人いった時の内容をですね、ちょっと皆さんに考えていただけたらなと思いますのでね、ちょっとこれ人間がやるようなことなのかっていうね、ちょっと大げさな内容でいいですので、はい、まあ人に迷惑をかけるやつでなければ僕は大体は NG ないんで、まあやれるかわかんないんですけど、どしどしとここの動画に、動画のコメント欄でお待ちしておりますので、5000人行った時の企画ですね、リクエストよろしくお願いします。じゃあ今日もですね、まあ今日の動画はまあ2本仕立てで出しているんでね、まあこの動画とあともう一個のあるあるの方もですね、いつも通り見ていただけたらなと思います。いやー、やっぱ1000人いけるってのは非常に売れ、チャンネル登録者数1000人いってるやつ大体ユーザーだから、うん、お前ユーザー、うん、いや、ユーザーじゃないな、ユーザーユーザーユーザーね、うん、チャンネル登録者数1000人いってるやつ大体ユーザーだから、うん、ユーザーではないから、あれも、うん、ユーザー、うん、ね、ね、うん、みんなユーザーだ。という感じで、これからもよろしくお願いします。